メルヘンの世界にいつまでもいるな。あっちゃかちゃいなんだから。狭いんだから。これ。アリ。僕、働きアリだよ。落ちてきた。出て出て。働くんだよ。くんちゃん、起きなさい。イェーイ、ほー、イェーイ。今回は、アリの巣大冒険、第1弾です。今日の企画は、アリの巣大冒険。アリの巣大冒険？そうです。そのために、スペシャルゲストをお呼びしました。はい。なんか、見たことあるやつだぞ、あいつ。こんにちは、ドラえもんさん。ヨーヨーヨー、僕、ドラえもんだぜ。本当にドラえもんか？回ってる。ヤッホー。ヨー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 。いや、だけどさ、ここに緑色のあざできてるし、ほくろがあるから、偽物だよ。こんにちは、ドラえもんさん。パリピパリピ、こんにちは。ムキナさんに呼ばれてきたんでしょ？そうだよ。だから、何なのさ。いや、そう言われても、なんか秘密道具貸してくれんのかなと思って。お前はメルヘンの世界にいつまでもいるな。では、秘密道具を出していくぜ。はい。てってれー、スモールライト。あ、スモールライトか。よし、じゃあ、おめっちをちっちゃくしていくぜ。わかりました。おいよ。豆粒みたいに小さくなった。おい、次、ムキナスだぜ。了解しました。よし、では自分も当たるとしよう。こうやってやった方がいいのかな。だけど僕設定的にやって短いらしいからね。どうしようかな。上から鏡で反射させるか。あ、そうだ、ここの撮影するカメラに反射させよう。ピカッ。キナさん、小さくなってしまいましたよ。よし、アリの巣につきましたぜ。あれがアリの巣ですか。この中に入りたいと思います。ほら、覗いてみたよ。怖いな。よし、おーおいおい、よし、じゃあ臭くなっちゃった。僕も入ろう。よし、俺っちも入るぜ。だけど、スモールライトの時間の効き目が。まあ、いった。じゃ、俺っちも入ってくぜ。うわぁ、そこ。よし、こっちだな。奇跡的。おーい。うわはい、まったく、きょうさんたら。早速入りましたね。よっこしょよっこしょ。おい、押すなよ。落ちた。あっちゃこちゃいなんだから。狭いんだから。すると、もぞ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 。あ、なんですかこれ。アリ。あれ、クモだね。アリさん、気持ち悪いんですけど。あ、そういう時こそ、あれだな。ファンタチック擬人化光線。何ですかそれは。じゃあ、早速やるぞ。カメラに向けて、ピカー。そして全部に反射する。ピカピー。すると、うわー、人になった。僕、働きアリだよ。こんにちは。こんにちは。ここはアリの巣なんですね。は？当然だろう。まあ、正確には地下室って言った方がいいのかな。地下室か。ほら、ちゃんと働け。あ、食べ物食べてる。美味しそうだね。そっか、ここ食べ物か。むしょ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 。ちょっと探検してみよう。ムキナさん。ムキナさん。おい、なんか囲まれてるぞ、あいつ。あ、クモがいる。あ、さっきのクモか。あ、クモ男。君ここに住んでんの？うなずいた。喋んない、こいつも。サクサクサク。あ、行っちゃった。おい、お前も手伝えよ。え、俺も？そうだ、早く上に行って食料を取ってこいよ。はい、わかりました。ここか、はしごがあるけど。本当に働き者じゃないんだから、あいつは。うわ、なんか落ちてきた。落ちてきた。わー、なんか上っぽ落ちてきた。落ちてきた。出て出て。出て、ほんとに。よし、じゃあ早速働こうかな。ここは何ですかね。チョコレート置き場。チョコレート？多いなぁ。でかいでしょ？ひやひやひや。食べたくなるでしょ？はい。ここも食料庫なのかなぁ。そうだよ。目玉だけどね。目玉？そうだ、目玉がある。コリコリしてて美味しいんだよな。おいな、なんか落ちてきたさ。おい、お前、何サボってるんだよ。え、俺のこと？そうだよ、お前だよ。探検しに来たんじゃないの？働くんだよ。なんでだよ。お前に渡したいものがあった。はい。ニット帽をかぶれ。アリになる証拠だ。あ、そうなんだ。じゃあ、かぶさせて。はい。かっこいいだろ？さ、そうなったことだし、お前らも働けやな。はい、わかりました。続く。よかったらお友達でも教えて。ではご視聴いただきありがとうございました。ではまたね。グッバイ。じゃあね、バイバイ。あー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 あ